今日の関東地方は日中今シーズン一番の寒さとなりそうです。12月下旬や1月上旬並みの気温となる見込みです。今日は気圧の谷の影響で朝から日差しがなく気温が上がっていません。午前11時までの最高気温は東京で9.2度、横浜で9.7度、前橋で6.7度などとなっています。 この後も気温が上がらない見込みで、予想最高気温は東京、横浜、埼玉で11度、前橋で10度となっています。各地で昼間の気温としては今シーズン一番低く、年末年始頃の寒さとなりそうです。明日はこの時期らしい気温に戻りますが、明後日水曜日は再び寒い1日となる見込みです。